も、お金に関する計算ももう全くダメなんですよ。パワーさん自身ができないってことですか？できないんです。これまた結構致命的にダメで、僕経済学部出身なんですけど、はい、文系推なんですけど、経済学部って簿記やるんですよ。はい。4年間で左右の計算があったこと一度もないです。それは結構やばいですね。やばいですよ。だから、もしね、参加者の方、もしよかったら個人事業を始めるんだったら、試しに僕を経理で雇ってみるとですね、いいですよ。3日で潰せますよ、会社。潰れちゃうんですね。潰れちゃう。ぶっ潰します。その辺は、今、多分、まあ、法人なので、結構やっぱ会計管理みたいなもので、されるっていうのが、まあ、やっぱ業務としてはあると思うんですけど、はい、このあたりはどういうふうにされてる？僕は本当はだからこれ、知ってればフリーさん先に使ってたと思うんですけど、僕ずっと前から、税理士さんに頼んでたんで、はい、もう税理士さんに丸投げ。ああ、なるほど。もう完全丸投げです。うん。僕がちょっと、でも、計算できると思ってもらったら困りますからね。平気で二桁間違えますよって言ったら、税理士さんの目変わりましたね。やべえ、こいつ。なるほど。やらせるわけにはいかないっていうか思いました。うんうんうん。外資系勤めてるとね、しんどいんですよ。外資系で一応ね、営業マネージャー的な仕事もしたことあるんですよ、技術営業。はい。で、そしたらですね、外資系ってしんどいのが、100系ダラーとか書いてあるんですよ。フォーキャスティングとかね、そのバジェットの計算、100系だ。100系、まず100に K っていう時点で馴染みないわけですよ。うん。K ってことは100に1000かけるのか ?100 に1000かけると、いくつだ ?10 万あ、10万か。あ、なるほど。ドル？ドル、うん、今1ドルいくら ?105円でかけてってやってる間に話題3つぐらい先行っちゃってる。じゃあもうお金の計算はこれ 100K でってフォーキャスティング何パーセントでってやってる時にはエクセルシートとかこう出てくるんですね。そうですね。斜めにするとなんか人の顔になったりしないかなとか、揺するとこう絵になったりしないかなとか遊び始める。しまいに会議呼ばれなくなりました。なるほど。なんか、それで言うと、でも、結構、会社なので、ある意味、そういう、誰かにお願いするとか、まあ、もしくは、何か仕事して入ってくるとかっていう、まあ、資金繰りみたいなところはあると思うんですけど、はい。資金の管理ももう、全部税理士さんにお任せって感じ。そうですね。で、その時に、当たり前ですけれども、当然のことなら、責任者ではあるので、はい。何をもって責任を果たすとするのかっていうところの定義は僕がやるんですね。はい、はい。で、そのパラメーターとしての数字ということを計算するのが僕は苦手なだけなので、うん、求められるのがこうで、時間軸はこうで、で、そしてそれに対して内容はこうでっていう時に、じゃあその金額とか費用とかってなった時の計算をお任せする。うん、で、そしてそれがどういう状態なのかっていう状態を聞くわけですね。はい。これは安心な状態なのか、やばい状態なのか。で、やばい状態なんだったら、リカバリーするのにどれだけの時間が必要なのか、私は何をすればいいのかみたいなところを一緒に相談するって、そういうやり方にしてる。ああ、なるほど。じゃあ、ある意味では、その資金繰りにおいて、現在会社はどういう状態なのかとか、これから自分は何をしなきゃいけないのかというところの判断は全部澤さんがされてる。そう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 。それは当然のことなら、ぼっち社協といっても経営をしてるわけなので、それに関する責任っていうのは果たさないといけない。なるほど、なるほど。まあ、そこの計算を、ある意味、外部に委託して、状態を把握できる、そういう仕組みは作られてるっていう。そうそう。で、例えばその時に、ものすごく、ビジネスのイメージが出来上がっていて、そのビジネスのサイズみたいなやつが頭にこうあるんだったら、そのサイズを数値化するところは僕は人に頼むんですね。うん、うん、うん。で、僕の場合には資金調達の特に必要のないビジネス、今の時点ではやってるんで、僕は資金を外から持ってくる必要はないんですけど、もし仮にそういうことが必要なフェーズになってきたとしたら、まずアイディアを出し、規模を考え、そして時間軸を組み立てていって、最終的に、ってことは、これぐらいのサイズのマーケットにさ、リーチしなきゃいけないんだけど、資金はいくら必要かなっていう話になる。で、多分これぐらいだと思いますよ。こういう税金があり、これを費用計上しなきゃいけなくてっていうのを言ってもらったら、よし、じゃあこれぐらいのサイズ感で調達をしようって、そういう判断になる。その間のプロセスの部分だけプロの知恵を借りることになります。その考え方って、まあ、法人だと、まあ、結構財務の方とか、まあ、経営者の方されると思うんですけど、個人事業主でもやっぱ必要なんですかね、そういう感覚っていうのは。おそらくは、世の中をどれぐらい変えたいと思うかどうかですよね。はいはいはい。要するに、一人力で
半径何メートル以内の人がハッピーだったら嫌だったら、ここまで考えないでいいと思うんですよ。うんうん、だけど、ちょっと大きくしていきたいとか、あるいは今までリーチできてないところにリーチしなきゃいけないとか、リーチしてみたいとかって思うんだったら、今のマインドセットというのはちょっと大事になってくるかなと、ね。うん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 。なるほど、なるほど。まあ、結構個人事業主の方でも、例えばお店やってます、まあ、飲食店やってますとか、そういう方々は初期の段階で割とね、うん、設備費用融資してもらわなきゃとか、そうですね。はい、出てくると思うんですけど、やっぱその辺もこう、銀行からお金を借りるとか、まあ、その先々どういうふうになっていくっていうのを考えてからやられるんだと思うんですよね。うん、そうですね。で、はい、多分これ時間軸が全然違ってくると思うんですね。例えば飲食店とかだったら、もう、一日のサイクルっていうのがある意味決まってるわけですよね。で、そこの中で売り上げ上げていって、で、月に何日営業してっていうので、ビジネスのサイズっていうのがある程度分かります。席数があり、はい、それで出せる料理の品数がありみたいな感じで、数っていうパラメータが割と分かりやすいので、お店の中で、何かをするってなってくると、比較的シンプルだったと思うんですけど、で、売り物が違うもの、例えばサービスだったり、無形のものだったりした場合には、場合によってはすごく大きくビジネスをでかくすることもできるわけですよね。はい。あとは、そのアイディアと時間とっていうパラメータをどんだけ自分の中で落とし込めるかっていうのが決まってくるから。それ資金とかビジネスサイズ。で、ただ、さっきの飲食の話だと分かりやすいって言いましたけど、今世の中がまた変わってきてるんですよ。COVID-19。そうですね。で、これ実際ちょっと面白い事例というか、なるほどと思ったのが、僕の行きつけだった、イタリアン、家の近所にあるイタリアンで、で、そこはやっぱ COVID-19 で、はい、まあちょっとお店時短やらなきゃいけないとか、ちょっと閉めとかなきゃいけないっていうふうになった時に、何したかっていうと、ミールキットチャレンジした。ミールキットってなんかどんなものですか？半分まで料理しておいて、最後の、一手間だけ、家でやってねっていうパッケージ化されたものっていうのを作って、で、それで、こう、募集をかけたんですね。これ欲しい人みたいな。物は試しでやってみようってやったら、なんと、日本全国から応募が来て、僕、世田谷に住んでるんですけど、世田谷から、青森とか広島のオーダーが入るんです。すごいですね。全国各地。うん。まあ、SNS で発信したりとかしたら、それに対して反応した人、まあ、ちょっとやってみようかな、みたいな。ね、巣ごもり需要っていうのがあって、それに反応した人たちっていうのが、ちょっとやってみようかなって取り寄せたわけですね。それなりに手間はかかったけど、裏を返すと、これすごいマーケティングがうまくいってると言えるわけですよね。そうです。だって、青森までチラシ配りに行けないじゃないですか。はい。そう簡単には。はい、だけど、ミールキットっていう形で体験してもらうことができる。で、場合によってはそっちの方にブランチを作るなんてアイデアがもしかしたら出てくるかもしれない、ね。もちろんその人たちが東京に来た時にはもう繋がってる状態なんで居場所として認識してるわけですよね。はい、そういう考え方もできる。ですので、そうなると今までの通常のビジネスのリズムとかサイズっていうところからもっともっとすごく幅広く考えることもできるようになってきている世の中かなと。レストランも今までだったら調理器具とか、あるいは材料とか、そういったものっていうのがお金が必要だって思ってたとか、そうじゃなくて SNS のマーケティングだったりとか、ミールキットの配送とか、そういう違うところに対して資金を投入するっていうことで、結果的に目の前にお客さんがいなくても売り上げが上がるっていうビジネスモデルが作れるかもしれない。